はい。ゲームコレクターの酒勘です。チャンネル登録よろしくお願いします。えー、今週もファミ通ドトコムさんのね、ゲームソフト販売本数ランキングが更新されたので、見てみようと思います。えー、今回は、えー、集計期間が2024年3月11日から3月17日ということになっているんですが、えー、そうですね。<laughs> まあ、結構寂しい感じになってるかなという印象があります。ということで、まずね、 3位までのね、数字を見てみましょう。はい。ということで、1位が、えー、ユニコーンオーバーロード、えー、スイッチ版で、16,012本、累計で5あ五7 0 0 3本。2位が、ファイナルファンタジー7リバースで、11,497本で、累計298,635本。3位が、マリオカート8デラックス、え九、ー、9,031本で、累計5748,900本となっています。ということなんですけども、まあ、ある意味ね、 ユニバー、あ、違うユニコーンオーバーロードが V2 なんですけども、数字の上ではね、非常に寂しいので、まあ、あの、要するに、強いタイトルが新発売してないので、こう、横滑りでね、な、あの、数字が出てるんですけども、まあ、順位がね、トップになってはいるんだけど、まあ、全体的に3位以降なんかこう、定番がこう、戻ってきてるでしょだから、やっぱりこう、 そんんななに良くないんですよ <laughs> まあまあそのままなんですけど <laughs> ちなみにえ先週ですね今週の新規ランキング、ね、入りそうなのがこんな感じって言ってたんですけども実際のところねマクロスは入ったんだけどアウトキャスト入ってこなかったんですよだから要するに定番の強いやつが戻ってきたけどそれよりもアウトキャストの方が下だったみたいですね残念ながら、まあ、ちょっとこれはあの今後のねあの勉強とさせていただこうかというところです ということで、1位から順番に見てみると、まあ、1位がユニコーンオーバーロードなんですけども、まあ、正直ね、うーん、寂しいよね、この数字はね。1万6000とかね。で、2位がファイナルファンタジー7リバースで、ですが、まあ、これもね、これ最近の FF で見てわかる通り、あの、順調に2位なんだけども、まあ、1位の、1周目の数字がやっぱりね、すべてなんですよね。なので、なかなかこう、今までの、 何年か前のね、発売されたパッケージに比べると下がってるので、やっぱダウンロードのが強いのかな、うん、という感じなんだけども。まあ、ただ、いずれにしてもね、やっぱ7、これ、リメイクリバースって言って、こう、なんか別物のように扱ってくけど、やっぱ本当、本筋はさ、これが、あの、7リメイクが、えっと、7、7.1、7.1。 7A とかね分かんないけどそういう7前半とかじゃないですかでリバースが7中中盤じゃないですかだからやっぱ普通に考えたら7リメイクをプレイしてる人がリバース遊ぶっていうような下がり方をするからやっぱりこの。 前編中編後編でもね、前編後編でもいいけど、こう、まあそう、1、2、3、4度でもいいんだけど、だいたいこれ離脱率がが、あの、あるんで、まあしょうがないのかなって部分もあるんでね、ちょっとどっちかよくわかんないんだけど、まあいずれにしてもちょっとね、あの、まあ寂しい感じになってるかなというようなところです。で、最後、マリオカートイトデラックスですが、これ前、前回もね、見せたけど、これ先週と変わらないんだけど、やっぱりここれすごいよね。 これ他のね、やつでも作ろうと思ったんですけど、スマブラにしても何にしても同じようになる。まあ、要はクリスマスに売れてる。で、定番だからずっと残ってるんだけど、だいたいこういうランキングになっ、あの、ランキングじゃない、周波のね、数字はこんな感じになってるってことです。で、えー、4位が、えー、スーパーマリオブラザーズ・ワンダーなんですけども、まあ、これに関して言うとね、まだまだ全然好調ですという、としか言いようがない。はい。で、5位がマリオ vs サス・ドンキーコングなんですけども、 まあこれもね、あのーまあ、一時期はねマリオあの、ゲームボーイアドバンス版とこうグラフ的に近似になりそうな気も、ね、してたんだけども、まあ、今のスイッチの粘りを考えるとこれあと2周突っ走っていくんじゃないかなというふうに思われます。もう少しし様子を見てみましょう、はい、で6位がフィットボクシングフィーチャリング初音ミクミクと一緒にエクササイズなんですけども。 えっと、2周目の成績としては、北斗の県よりもいいんだけど、ただ、累計でやるとやっぱ1周目のね、数字が弱いので、まだ下ってところです。だから、これはね、これはこれで、あの、この後どういう強いタイトルが出てきて粘れるかみたいなね、ところで、まあ、あの、 いわゆるそのソフトが売れてるかどうかっていうよりは週、週波でこう残って、30位に残っていくかどうかがポイントになるような気がするんですが、まあ、楽しみに見ていこうかと思っています。で、7位がマクロスシューティングインサイ,のイ,ンサイトなんですけども、<laughs> これがスイッチ PSO、PS5 PS のマルチなんで、今回はこのグラフでチェックしてみようかと思うのですが、<laughs> まあ先週のね、ユニコーンオーバーロードの時と同じような比率になってますよ。若干 PS4、PS5 に対して PS4 が,が、あの、ちょっとね、あの、こう、侵食している感じがあるかな、というところですが、まあ割合的にはね、ユニコーンオーバーロードの 1> 1 6分の1とか、そんぐらいのところの数字で収まってるけども、グラフの比率はあんま変わんないというのは。まあ大体多分今後もこういう比率が多いんだろうなというふうに思われます。で、8位が桃太郎電鉄ワールド、えー、地球は希望で回っているなんですけども、まあこれに関してはね、毎回グラフあんま変わんねえなというところです。で、えー 9位マインクラフト10位スプラトゥーン3まあ、この辺なね定番変わんねえなというとこですが11位ユニ,ユニコーンオーバーロードまあ定番は割とフラットなこうねグラフの,あの順位の移動に対してこう新作はねガッと降りてるっていうのがね分かりますよね全体的に比較的見てて。 で、え、1えだからこのあと2位、集まれ動物の森、13位、大乱闘、スマスブラザーズスペシャル。この辺も同じような感じですよね。大体同じような順位で、ちょっと上がったりはしてるけど。で、え、14位が、マクロスシューティングインサイト、PS4、PS5 版ですね。まあだからこう、やっぱマクロスはトップ取ってないから、全体的に弱いんですよね。で、15位、ポケットモンスター、スカレットバイオレット。まあこれも定番ってことで、まあ、ほぼ横滑り。 で、ユニコーンオーバーロード PS 4版が16位で、これもやっぱ前回のランクからこうガッと落ちてきてると。で、17位、ニンテンドースイ Switch まあ、これに関して言うと定番なんだけども、ちょっとね、あの順位的なところではちょっと揺らぎがありましたね。で、ピクミン4も相変わらず同じような順位。で、<laughs> 19位がマリオパーティースーパースターズですが、 これもねちょ、ちょっとずつ順位上げてるけどあんまこれも変わんないね。で20位「世界の遊び体制」51、まあ、この辺誤差ですね本当にあに変動があんま変わんない。で21位、えー「不思議のダンジョン風来の試練6」トロ「戸呂島探検録」なんですけどもなんとなく定番の魅力っていうかねそんな感じあったけどもやっぱ順調にランクは落ちてきてますね他のスイッチのほんと何年も残ってる定番ものに比べるとこう落ち方がやっぱ見えますね。 で、22位、ゼルダン伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。23位、プヨピヨ・テトリス2、スペシャル・プライス。まあ、これちょっと不思議なんですよね。ランクから落ちたと思うと戻ってきて、またこういうね、いい順位にあって。だから、ま、この辺割と、20位以降っていうのは本当にいつ落ちてもおかしくないような感じなのかなというふうな気もします。で、24位、スーパーマリオ・パーティー。これも割とこう定番残ってますね。で、25位、えー、クレヨン・しんちゃん、えー、墨の町の城。これがそろそろ、 今週が最後かもしれないんで、ちょっと一応グラフを見ておくと、まあ、まあ、売れて順調に順位に入ってんだけど、やっぱグラフ的にはあんまりわかんないってところですね。<laughs> はい。で、26位、ポケットモンスター、スカーレット・バイオレットプラス0の秘宝。これもだいぶ消化率ね、こなしてきてるんで、まあ、この消化率がね、もうだいぶね、終わってるにしても、この小さいね、軸、あの、グラフに、 どれだけのね、あの、数が詰まってるかわかんないんで、まだまだ残るのかなってとこですね。で、27位、マクロスシューティングインサイトの PS4 版。で、28位、人生ゲーム法ニテンドースイッチ。これが久しぶりのランクインですね。で、29位、リングフィットアドベンチャー。これも落ちたりの、戻ったりしてて、うん、面白い感じ。で、30位が太魂達人、どんなフルフェスティバルとなっています。これも割とこうね、ふらふらしてますね。ということで、 PS5 の主なタイトルなんですけども、先週までね、ランクインしてたものがことごとく落ちてますね。だから、グランブルファンタジーリリンクとか、あれ、ペルソナス3かなまあ、この辺も、だから先週でなくなってたっけで、今週は、だから、竜がごとく A とか、今回に消えてんだ。あと、あ、そうそうそう、長らくね、入ってたマーブルス・パイダーマン2がね、 落ちててで今回「ファイナルファンタジー7リバース」が上乗せしたことでここがね実はファイナルファンタジー7リバースの方がグラフ上上になってますはいだから来週以降ちょっとまた PS5 寂しいでもまあ多分ファイナルファンタジー7リバースが残り続ける中で次の新作がどう入ってくるかですねでニンテンドースイッチの200 150万超えなんですけどもまあ相変わらずあんまグラフ変わんないかなという ところですで、週別販売本数なんですけどもまあさっき言った通りトップが寂しいと全体的にこう落ち込むのでどうしようもないんですがでも2023年の同じぐらいの週に比べるとちょっと上ですねでもあんまり良くないのは確かはい。ということで、えー、今週ですねまあ次の えと次の集計の時に入ってくるタイトルなんですが結構ねタイトル数は多いんですよ <coughs> ただ前回のねあのキユーナが勇者であるのねあの上巻1からボリューム1からボリューム4が入った時もなんか出た週もこの辺全然入って入ってきてたんだっけまあなんかね全然こう勢いが見られなかったんであんまり予想できるものがなくてもう集中して3月23日で発売されてる3タイトル ちょっとね、ライズ・オブ・ザ・ローニンがね、この、バ、Z バージョンとこう、別で、ランクになるのか、累計かよくわかんないんだけど、まあ、だから、ドラゴンズ・ドグマ2、プリンセス・プリーチ、あ、プリンセス・ピーチ、ライズ・オブ・ザ・ローニン、この3タイトルっていうところで、ちょっと予想しておこうかな、というところです。ということでね、まあ、ちょっとね、今週のね、数字に比べると、上位の方にね、だって何個か入ってくれると、こう、 だっと下がってね、あの、展開が、そういう展開が見れるんだけど、多分、今週のマクロスとかが全部ガッと落ちちゃって、で、定番がそのまま維持してるような、そういうグラフになりそうな気がしてるんで、まあ、とにかくね、今週、来週、ちょっと来週のランクはいいんですけど、再来週がね、さらにちょっと寂しいことになりそうなんで、ちょっと来週ポイントなんで、まあ、僕の中ではプリンセスピーチがね、ちょっと、 ニンテンドータイトルって結構トッ,トップを取る可能性高いんだけどそこは数字がねそこそこ勢いがあるかどうかってところをねポイントに見ていこうかなと思っていますということで、えー、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますまた僕に質問があったりとかこんなゲームやった方がいいよこんな企画やった方がいいよってアイデアのある方はコメントくださいあと動画の拡散 SNS での動画の拡散をよろしくお願いします以上酒勘でした